どっこいさんの新たに出展するトップダンディーリアルでは内勤運営スタッフを大募集します。興味ある方はツイッターやインスタの DM からご連絡お待ちしてます。どっこいさんだぞ。もちろんプレイヤーも大募集。かけるが、はい、無血と凍結をすごい繰り返してるみたいな連絡があって、まあ、見たいですね。なんかラブ入ってからやる気が出なくなってしまって、まあ、そう。じゃあどうしたの。じゃあもう変えたら職場、自分のやる気の出る職場に、うん、俺そっちの方がいいと思う。じゃん、何がしたいの。まあ、生活できるぐらいのお金が欲しいなと思って。普通にコンビニで働けばいいじゃん。しか帰りな。ほんと久しぶりじゃん。久しぶりっす。久しぶりじゃん。あ、意識高っ。マイク自分からつけて。いや、マジっすか。どうよ。正直大変そうですね。何が大変？いや、おかげとか給料とかもらってないんです。ああ、なんか新しい店とか仕事とかは探した？まあ、探してますね、今。ああ、あの後まだ働いてはいない。まあ、ちょっとだけ働きましたね。あ、働いたの？何で、何で働いたの？他の店で。ホストクラブ、うん、おー、え、まだ続けてる？いや、もうやめました。え、何日働いてたの？3日ぐらい。3日でやめたの？またなんかやっちゃったの？何したの？おい。もうでも最初はカニやろうかなと思ったんですけど。カニ、はい、ベーリングかい。ロッコイさんの店行きたいですね。まだできてないよ。オープンしたら。オープンしたら。それまでは。いや、でもロッコイさんがいいっていうか分かんないですけど。頑張ってくれたらいいんじゃないの。内勤にしようプレイヤーにしようさ、腕は磨いといた方がいいんじゃないの。家は今結局どうなってるの。友達ん家とか実家とかで。ああ、ご飯とかはどうしてんの今。うわー、適当に。適当、なんか家にあるもん。あ、そうか、実家って言ってたもんね。結構大変ですね。何が大変。仕事探そうとか、お金とか、いろいろ大変です。あれはでも裏切りだってちょっと感じてるんだ。いや、もうクニーは結構コメントでもお店でもどっこいさんも言ってるけど、愛嬌はあるし、できるとこはしっかり真面目に働いてるから、本当ちょっと言葉の選び方だったりとか、いや、なんかあれなんですよね、うん、やる気なくなったら一気にやる気なくなるみたいな感じですね。まあわかるよ。でも今かけに21だっけ、うん、19歳から23歳22歳とかそんなもんよ。そういう年頃よ、やっぱり気持ちは。俺もそれ経験したし分かるし、でもそれが自分で気づけたってのは素晴らしいことだと思うよ。まあでも全然手伝うよ。応援してくる人めっちゃいるよ。いや、もうそうっすね、結構めっちゃいるよ。多分大変だけどできそうな気するでしょ。うん、そうっすね。他の人よりだいぶ恵まれてるよ。いや、それは本当にと思うんですけど。この間タイガさん、お客さん呼んだ。2人呼んだ。やばくね。覚醒してインスタとツイッターと TikTok で DM 合計で毎日100件以上送ってる。やばいでしょ。え、まあ年齢層があれだね、タイガさんと同じぐらいの人だと思う。なんか 今頃来たんですよね。ラブ行きたいです。マジ？もったいないなって。何人ぐらいから来たの。いや、まあ2、3人か。おえー、もったいないね。連絡取ってる。いや、取ってないです。取りなよ、せっかくなら。今はちょっといないけど、帰ってくるからそれまでちょっと応援してほしいとか。いいじゃん。いや、どうしたんですかね。まあ、普通にお金欲しいんだったらパチンコ屋が一番いいんじゃない。時給高いし、シフトめっちゃ自由だし、人と話さなくて済むし。なんか同じようなことやらせてしまって俺嫌いなんですよね。おー、なんかホストいいじゃん。じゃあ、まあ、ホストいいなって。あ、先生、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。こん
もそもなんですけど、男性客どっこいさん多いと思うんですけど、なんでそもそも指名しようと思ったんですかね、応援しようと思ったんですかね。あ、 YouTube で拝見させてもらって、はい、ですごく面白いなと思って、会ってみたいなと思って。そうなんです、はい、今日早速シャンパン入れていただきましたけど、はい、本当にありがとうございます。小学生の日にも100万チェック、はい、そうなんですよ。すごい、なんでそこまで応援したいって。いや、もうすごく元気をもらってるので、もう僕からしたらもうすごく安いですよ。何やってらっしゃる方とかお聞きしても大丈夫ですか。美容外科をやってます。院長ってことは。いすごい。今 YouTube ご覧になってるっておっしゃってたじゃないですか、まあ、ちょっと本人の前で言うのもあれなんですけど、まあ、いろんな YouTuber の方他もいると思うんですけど、なんでどっこいさんなんですか。いや、それは本当にわからないんですけど、はい、すごく応援したくなるなって。初めての経験なんですよ。何かしら理由は分かんないんですけど、もうね、とことん応援できるものはしようと思ってます。前は会うほどその魅力は入りますよ。それゲイとかじゃないんですよね。いや、全然違います。愛は言うから。全く違う。愛ってこと言うんですか。愛はなんてこと言うんですか。長い夏も続いてる。じゃあ、ありがとうございます。それ、はい、いくらですか。100万円ですか。100万ですか。はい、もう毎回こんな感じですか。そうです、もうその都度使っていただいて。毎回帯や帯付きですか。はい、やばいな。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ジュリーさんいいですか、こっち座って。あ、いいっすよ。はい、ちょっとまあ多分2、30分ぐらい次のミーティング前に話したことあるんで、はい、あのまあ今遺跡の子2人入ってきてるじゃないですか。いえいえ。でもあの子たちがそろそろもう気づいてきてますね。なるほど。この店違うかな、まあ、ちょっとな本人が何か言ってるわけじゃないですか、僕の感覚ですけど。なるほど。まあ、昨日シュートがなんかミキさんにあのシンさんのレッドブル半分で濃いのをなんかシュートが怒られると、濃くしたらダメなんですよね。ダメです。なんかそれをシュートがシンさんの指示だったら、うん、なんかまあ、ミキさんが、まあ、それもおかしいと思うし、もうシンさんが悪いですし、うん、じゃこれどうしようって考えた時に、あのミーティングのあの場で意見交換だけしてもあの意味が ないんで、うん、2人とも8時に出勤してもらって、そうじゃない日はじゃあグループラインで何々があるから遅れるっていう徹底した方がいいと思うんですよ。全然もう僕はいいと思いますよ、はい、っていうのを、まあ、ミーティングで言ってもいやいやってなるじゃないですか、まあ、ていうか彼ら来たくないんでしょうね、はい、おそらく。あの何回もやってるけど来ないって言うんですよ。来ないんで、だからもうじゃそろそろグループラインで、あこれはじゃあなんで来てないんですか、うん、まあ、ちょっとそれ言ってみませんが、もう8時に、はい、もう全然来りゃいいと思いますよ、はい、今普段来ましょうと、まあ、それもミキさん含め全員プレイヤーも80万しか売ってない人間があの9時とかに来て部屋に出る意味が分かんないじゃないですか。まあ反感買うでしょうけど、この2人は嫌がるでしょうね。ミキは絶対来てって言ったら来てくれるんで、はい、まあ、でも8時に来てしっかり意見交換が毎日ちょっとでもできてれば、昨日も10時とかに来るぐらいなら1時間でも早く来て、はい、ですね、はい、俺はそう思いますよ、はい、前から昨日内容知事ですか、はい、昨日はちょっと遅かったですね。ちょっと教育にもなんで携わってくれるのかが俺には分かんないですね。多分2人が8時から来たら多分結構空気感いや変わると思うんですよ、はい、大きく、はい、と思うんで、彼ら2人はどういうんかなっていう、はい、あ2人ともお互いのせいにした感じですね。決定権をあの2人にあるじゃないですか、本当良くないですよ。それがもうだからその選択のミス陣でこういう店になってきてるわけじゃないですか、はい、その8時出勤で、うん、はい、僕はもう8時いるんで、はい、いつもだから何も変わらないです、はい、なんで彼ら2人だけです。ミキーですね、こういう僕はもだから人事があるときは、はいはい、まあ、それもじゃみんなでほうれん草しながら来られるみたいな、はい、でみんなが話すって、まあ、その月2回のミーティングしかないと思うんで、まあ、8人集まったらちょうど意見交換できるじゃないですか。じゃあ一旦話してみますか。はい、